着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発ですが、IHI 社製 XL9Y エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうです。今回は、XL9Y エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて見ていきたいと思います。外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が、2022年12月改定され閣議決定されました。これによって、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こしています。この決定で、日本の防衛予算は、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明しましたが、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているのです。NATO 加盟国が、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたので、加盟国が、今後は、一定の防衛努力をするために、対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるので、それに追随したということでしょうか。日本では、今後の防衛予算の使途に、防衛力強化として、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているようです。このスタンドオフ能力ですが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的です。日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけです。つまり、ミサイルの能力を大きく向上させ、同時に、自軍が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われていますが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあります。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が、政治的に完全に決着することがないのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が、大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったようです。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたのです。この GCAP では、日本は、現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは、両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しています。航空自衛隊の中では、現在、そういった区分や呼称は廃止されていますが、かつては、主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していました。主力戦闘機は、アメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたのです。そして、支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったので、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものでした。F2 戦闘機開発については、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありましたが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていました。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退しました。そのため、前述の通り、F2 戦闘機は、F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行ったのです。航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務がありましたが、アメリカは、主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、偏無的な契約でした。さらに、
日本側が搭載する兵装を見直すなどの F-2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたのです。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけです。F-2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は、後継機開発に関しては、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを行ってきたのです。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XL91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に、1機の試作機を完成させ、納入しています。納入された XL91 エンジンは、2020年7月まで、各種の性能テストが実施されました。結果ですが、具体的には、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F-22 ラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度 C という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したのでした。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力ですが、XL91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしています。確かに、実際に機体に搭載してのテストではありませんが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XL91 エンジンは、将来の戦闘機に対応し得ると、大きな期待を集めました。XL91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F-2 の F-110 エンジンと同等の大きさです。上記のようにカタログ値ですが、XL91 エンジンは、一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたのです。さらに、2019年のマストアジア2019では推力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された推力変更装置は、XL91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ。57等にも採用されている推力方向を変更する装置です。この推力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターでは、パドル式の推力変更装置が採用されています。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式推力変更装置を搭載しています。XL91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で推力を変更できるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されていますが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、同時に、こうした工夫もあるのです。これまで述べてきたように、2019年に、推力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XL91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、要求によっては、共同開発の変化で、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようです。GCAP では、イギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。高級車で有名なロールス・ロイス社ですが、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されます。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を行っています。そんなロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画においては、機関部の開発で難航していたと伝えられています。ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しています。
ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてきます。GCAP で、その成果がわかるのでしょう。電磁式カタパルトの動力源として、大容量電池を川崎重工が提案しているという情報が入ってきました。今回は、日本の空母事情と電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきたいと思います。川崎重工業は、コンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池、ギガセルを開発しています。このギガセルを応用すれば、航空母艦での艦載揮発艦時に使用される電磁式カタパルトに使用できるという提案を DSEI Japan 2023でパネル展示したそうです。今回の DSEI Japan 2023は2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催されました。コロナ禍で開催できなかった期間があったので、今回は2019年に続いて2回目となります。防衛・セキュリティ産業に関係している多くの企業が前回以上の数で参加し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有し、防衛装備品分野でのイノベーションを巻き起こす場として期待されているそうです。川崎重工業のグループ企業である川崎モータースが開発し、製造・販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセル。航空母艦の飛行甲板から、艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトとして、電磁式カタパルトを使用する際の電源として使用できるという説明がパネルに添付されていました。ニッケル水素電池は、現在広く普及している蓄電池です。例えば、乾電池型充電池、ハイブリッドカーの電源、デジカメや携帯音楽プレイヤー、ノートパソコン電池としても使用されているものもあるそうです。川崎重工が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、今までにない高速での密流放電可能な蓄電池として、瞬発力に富み次世代を担う蓄電池と言えましょう。現時点では、国内の路面電車や、自然エネルギー、太陽アキラ、風力発電などの出力安定に役立つ地上蓄電設備として利用されています。環境へ十分な配慮をしたエネルギーの有効利用、二酸化炭素削減などに貢献してくれるところ、いい地球に優しい電池として期待を集めているのです。その特徴ですが、第一に、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できることが挙げられます。このバイポーラという仕組みは、隔壁で直列に接続される複数の単セル構造によって、セルの表及び裏面が、それぞれ、正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるほか、断面積が大きい隔壁でセルを接続させて、エネルギーロスを最小限に抑えられるだけでなく、モジュール内に直列するセル数を増やせるというものです。メリットはまだあります。ギガセルは内部抵抗が小さいので、高速密流放電が可能、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動するので、設置場所に制約がない、電池内の電解液が水溶液系なので、発火の心配がないなどです。路面電車の直流電各間の地上蓄電設備は、
ギガセルのモジュールを40個直列に接続して、架線の電圧 1500V を満たす電力が得られ、電圧低下時のサポートや停電など、有事の際、緊急停車した電車を、最寄り駅まで移動させる電力として使用されています。その他にも、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するため、変電所などにも設置されているそうです。空母の電磁カタパルト電源として使用するためには、電圧約 36V、容量 5.4kW のギガセル 30kg7 型のモジュールを300個使うことで、32MW の高出力を出せるとして、これらのモジュールを、艦内の格納庫スペースを確保し、キャビネットに並べて設置するという川崎重工業の提案です。この設置によって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに広い小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って、発火の危険がほとんどありません。万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生しても、ダメージコントロールがしやすくなると述べています。これまでの主流は蒸気カタパルトでしたが、電磁カタパルトは、エネルギー効率がいい新たなカタパルトとして認識されたようです。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められ、2022年時点で、アメリカは、実用化に成功して、ニミッツ級原子力空母の後継である、ジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も、陸上基地でのテストを経て、実用化に成功したと発表しています。現在、偽装工事中の003型空母復権に搭載し、2024年1月時点で、電磁カタパルトから艦載機の発艦に成功したとしていますが、裏付けとなる動画や画像は公表されていません。蒸気カタパルトは、現時点ではまだ主流ですが、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては高い評価を得ているようです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合は、飛行甲板に4機の蒸気カタパルトを設置していますが、99.5% の確率で、最低でも1機は稼働できると言われているので、洋上の空母では、この上なく信頼できるカタパルトと見られています。しかし、いいことばかりではありません。欠点もあります。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は4-6% とされ、出力のコントロールが困難なので、軽い無人機などの発艦時には、出力が強すぎて射出に失敗したという報告もあるのです。その点電磁カタパルトはアメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上は 90% の変換効率が達成できることになっています。そのため、多種多様な艦載機、大型で重量がある戦闘機から小型で軽量の無人機まで必要とされる最適な発艦速度で射出できるといいます。しかし、電磁カタパルトは巨大な電力が必要なので通常動力空母では無理とされてきました。つまり膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきたのです。中国海軍003型空母復権を建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報が出ていたので、原子炉を搭載し、中国海軍初の原子力空母になるのではと噂されていましたが、結局は通常動力型の空母であることが判明しました。中国が電磁カタパルトと主張はしていますが、証拠動画や画像が公表されていないので、本当は蒸気カタパルトではないか?と、多くの疑いの声があるそうです。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステム起動が早いのです。また、蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに、ボイラーから蒸気を送り込むとき、熱膨張でのパイプや機器の破壊を防ぐため、配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気しなければならないのですが、電磁式では、そういった事前作業が不要なのもメリットです。また、蒸気式では、ボイラーから
アキュミレーターに供給された蒸気が冷めて水に戻ってしまうのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュミレーターも保温しておく必要があるので、エネルギーロスが発生していたのです。電磁式の最も大きなメリットは、発汗間隔の短縮が可能なことです。電磁式では、45秒で再充電が完了するので、電力が供給されていれば、理論上、1分で2機が発汗できることになるのです。蒸気式は、2分に1機の間隔で発汗可能ですから、それより、短時間で、ずっと、多くの艦載機を発汗させられるのです。以上のように、膨大な電力が必要で、原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、ギガセルで電力を賄うことができるとなったら、海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦できることになります。それもあって、防衛省では、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているそうです。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうです。では、どこがそんなにすごいのでしょう？見ていきたいと思います。日本初、画期的な駆動システムが生まれ、世界が仰天したことなんだよね。最終形態が一番厄介なのは、どんな世界でも同じです。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦を追う、竜の引き渡し式が行われました。この追う竜は、そう、竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の5基地です。日本の広大な領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。ここといえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅に、では、あの大和の勇士が、呉港に浮かぶシーンもありました。余談ですが、太平洋戦争末期、アメリカは、原爆を呉に落としたかったそうです。しかし、天候の問題で、広島に落としたのだとか、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えますね。さて、その追う竜のデータを紹介します。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84M、幅 9.1M とされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているのです。そう。竜型潜水艦は、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと、鉛製の蓄電池を併用した、推進方式を採用していました。しかし、11番艦を追う、流派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したので、かなり大きく変更したということになります。ここで気になるのが追う竜の速力ですね。公表された値は、水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と、大した違いがないことに気がついた方もいらっしゃるでしょう。ここで再確認したいと思います。そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは、言うまでもありません。
となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような、正確な数値を公表するわけありませんよね。わざと、従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦ウリューだけでなく、従来の、そう、流型についても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示されていません。まさに、厳重機密扱いということがお分かりでしょう。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではありません。世界的にも同じ傾向です。なので、オウリューの公表値水中速力は20ノットですが、これは、実際の可能速度とは、全然違うのではないかと推測する人も大勢いるそうです。まあ、当然といえば当然ですね。データ秘匿の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう危険性があるからです。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって、活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるでしょう。実は、原子力推進型潜水艦ですと、機関部分だけを考えれば、理論上、ほぼ無限に連続航行できるということが、はっきりしています。また、原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは、出るだろうというのが、一般的な知識ですね。ですから、原潜は、通常型とは、逆に隠す必要がないのです。というか、隠してもバレバレと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には原潜であっても、それを動かす人間、潜水艦の陸務員は艦内で生活しているわけですから、彼らのための食料など物資の補給は必要です。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく。人間のメンタリティの課題など様々あるでしょう。つまり、原潜自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては、原潜での長期にわたる生活は困難が伴うものではないでしょうか。話をオウリューに戻しますね。鉛蓄電池と比べると、出力が大きいリチウムイオン電池を採用していますから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えません。瞬間的なパワーは、原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦には、確かに長所が多いようです。それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が、すべて、原潜である、国々が、軍事力で優位に立てることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われますから、無敵ですよね。例えがちょっと飛躍しますが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる使徒が体内に持っている永久機関のようなものと思われます。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えていいでしょう。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなどいろいろと言われてきましたが、はっきり発明されてはいないようですね。昨今は、この言葉もあまり見なくなりましたが、人類は永遠はないと考え、
永久帰還を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく、潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度です。どれほど深く潜れるかによって、敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるのです。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難です。潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しています。要するに、敵のソナーより深く潜れば有利ですよね。つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけです。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけですから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずです。つまり、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもありません。欧流派船体に使われている素材の強度から約 600M 以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られています。それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約 300M ですから、かなり優位とも言えます。しかし、舞台となるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海です。ここを中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、欧流ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるそうです。簡単に言うと、ここに欧流を出すのはもったいないということでしょうか。獅子はウサギをヘイスにも全力を出すという言葉もありますが、強力な兵器を惜しんで時節を逃しては元も子もないと思えるのですが、太平洋戦争末期の戦艦ヤマトを思い出すのは筆者だけでしょうか。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあります。それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ですよね。欧流は、原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったそうです。欧流の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上するということがありました。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が、なぜ浮上したのか、大騒ぎになりましたが、真相は空自、海地が執拗に追跡したので、欧流から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されています。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということですから、欧流の静粛性の凄さの証明ということでしょう。中国海軍の原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、欧流派世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないでしょう。
アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は偽物とわかり、中国の極超音速も怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取ったPAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が定額で済むとされる。レールガンは砲弾を電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは1800年代中盤とかなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や1939年からの第二次世界大戦時には、すでにドイツや日本といった国々でレールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では実用化はさとしたばなったのが実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から引いた電極を接続するのみという簡易な機構で成立させることができる。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾は電磁力によって先端部分へと電磁力によって推進力を得る形となり、物理的には非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、
砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を撃ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが、物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか、3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音速兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が、実用化を目指していた、水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離は、およそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、懸念している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極
超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本における、レールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で、約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオとミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオとミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留、入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は、大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2km で、周囲 16.5km、島のほとんどが平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、
馬毛島では、2011年、平成23年に、馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも、滑走路建設などが、原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、2+2の公文書に表記。2018年には、防衛省が、馬毛島を、海自・空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための街が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から、南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本額の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に、3本の桟橋など、艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、潟越艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波下げなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための、関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空規格納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊。大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として。
2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西之表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。政府は、トマホーク購入を決定しました。いよいよ、自衛隊でも、運用が始まるようです。今回は、潜水艦でのトマホーク運用方法について考察していきたいと思います。2020年、令和2年12月18日、政府閣議で、スタンドオフ防衛能力の強化が決定されました。1認識地対艦誘導弾をさらに長射程化し、多様なプラットフォーム、自発型、艦発型、空発型からの発射能力を加えた1認識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定したのです。この1認識地対艦誘導弾能力向上型は、現在陸自が運用している地対艦誘導ミサイルである、1認識地対艦誘導弾の射程を、約 200km から 900km に約 4.5 倍も延伸、最終的には 1500km まで延伸したものとみられています。この巡航ミサイルには、長射程を実現するため、大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための、多媒体形状のエッジ処理、人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、
マルチプラットフォーム化などの技術が施されることになっています。日本政府は、2024年度中には、地上発射型のミサイル配備を開始するようです。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略3文書を採択しました。防衛費の大幅増額を含め、戦後の日本外交、安全保障、防衛政策を大きく転換することにしたのです。また、同じく、12月16日に、防衛力整備計画も閣議決定されました。ここでは、一人式地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、試作を実施、継続することや、発射プラットフォームをさらに多様化すること、スタンドオフミサイルの運用能力を向上させるため、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、輸送機搭載システム等を開発、整備することを明記したのです。また、陸自、海自それぞれに目標が設定されました。陸上自衛隊は、一人式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること。海上自衛隊は、護衛艦に、一人式地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載。また、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に、垂直ミサイル発射システム、VLS などを搭載した上で、スタンドオフミサイルを搭載できる、垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し、開発することも明記されているのです。防衛装備庁ではこれらに対応するため、スタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱、及び、飛翔技術などの技術的課題を解決するため、2026年度、令和8年度から2027年度、令和9年度までに各種試験を実施し、ミサイルの性能を確認する予定としています。最終的には、潜水艦発射型誘導弾装備を2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定だったようです。事実、防衛装備庁は2023年3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務を公告し、技術検討を担当する企業を募りました。つまり入札ですね。この技術検討とは、名前の通り、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計、製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と表記されています。近い将来、海上自衛隊においては、VLS、垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆しているようです。改めて説明します。潜水艦から発射される巡航ミサイルには、魚雷発射艦から発射するタイプと、VLS から発射するタイプの2種類があります。魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では、搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるというデメリットがあるのです。その点、VLS から発射可能なミサイルを装備した潜水艦では、巡航ミサイルを数多く搭載できますし、短時間での連続発射が可能になって、飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのです。その一方、VLS を数多く搭載するためには、大きな船体が必要になりますし、加えて、射撃管制システムが複雑になるというデメリットもあるのです。VLS を搭載している潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られます。
韓国の通常動力型潜水艦鳥山康雅弘級にも搭載されています。しかし、海上自衛隊においては、2023年現在、保有はしていません。潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形でミサイルの水中発射を研究していくかが話題になっているようです。2022年10月29日の読売新聞の記事には、政府は長射程ミサイルが発射可能な潜水艦の保有を目指し、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で調整に入ったとあります。しかし、それでは時間がかかりすぎるという課題があります。だったら、現在保有している潜水艦で試験を実施すべきではないかという意見があるのです。2023年現在、海自の最新鋭潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を誇る太平型で、1番艦太平と2番艦は久芸が就役していますが、ネームシップである1番艦太平派当初建造中から、試験潜水艦として、種別変更されることになっていました。今までは、就役中の潜水艦に、新しい装備を搭載する場合、持ち回りで試験を担当していたのですが、稼働日数が減るので、任務の割り振りが難しくなっていくという問題が発生しました。そこで、試験日数を短縮させるという狙いもあるそうです。そのため、この太平に VLS を搭載して試験することで、より早く試験ができるのではないかという意見があるのですが、やはり、いくつかの問題は指摘されています。現時点では、太平は、横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属しています。もちろん、試験潜水艦に種別変更されていないので、太平で、VLS の試験が実施される可能性は低いでしょう。また、1二式地対艦誘導弾の全長は 5M で、アメリカ製の艦隊地巡航ミサイルトマホークなら、長さ 6.25M ですが、トマホークよりも、射程が長い1二式地対艦誘導弾能力向上型では、全長が 7M から 8M にもなる可能性があるのです。太平型の喫水は 10M なので、もう、一回り艦隊を大きくする必要が出てきます。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要がありますが、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険なので、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として、新たに設計すべきとされているようです。また、VLS では、内径が一定なので、搭載できるミサイルが制限されることになってしまいます。昨今のミサイルの発展を考慮すると、あらゆる種類のミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利になることは、想像がつきますよね。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、VLS に代わって、並走モジュール VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載するべきという声が上がってきました。固定式の VLS ではなく、バージニア級原潜ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ、VPT、あるいは、ブロック V 以降での採用が始まった。新しいバージニアペイロードモジュール、VPM のようなモジュールチューブ方式を採用するということです。そうしておけば、VLS のサイズに制約を受けることなく、新型ミサイル開発を進めることができるはずです。しかも、特殊部隊の出撃、
回収に必要なエアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用できますし、最近注目を集めているブラックウィングなどの水中から発射できるドローン航空機を導入することになったとしても、対応は可能になると思われます。VPT は直径 2.2M のミサイル発射管に複数のミサイルを収納可能な間 MAC を挿入したシステムで、MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークが装填可能です。トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は、MAC ごと入れ替えることになります。また、VPM は、VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるので、4×7 で、合計28発が装填可能とされています。これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたため、その名前に、バージニアと冠されているのです。前世の名前を継続して使用しているということですね。以上、前述の通り、日本の潜水艦から、長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、これらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策と見られています。